エモエモ、こんにちは、エモコです。今回はついに iPad で使えるようになった片手デバイスのツアーボックスエリートプラスをレビューします。ツアーボックスを使うとアプリの複雑な操作がボタンとダイヤルで簡単にできるので、お絵かきや動画編集の時にすごく助かっているのですが、今までパソコンだけしか使えなくてずっと iPad でも使いたかったので、ついに来たーという感じで嬉しいです。というわけで今回は実際に iPad とツアーボックスでイラストを描いてみて、おすすめの使い方や使い心地を詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。ツアーボックスは Google やオートデスクなどの元社員さんがクリエイターの作業を快適にするために作った片手デバイスで、私はパソコンで4年くらい愛用していますが、今回の新型からパソコン、Mac、iPad の全部で使えるようになったので、 iPad でもパソコンと同じくらい作業しやすくなりそうで嬉しいです。左が普通のツアーボックスエリートで、右が iPad で使える新型のツアーボックスエリートプラスです。形は一緒ですが、色が前より白っぽくなってて可愛いです。裏側に単三電池が2本入っているので、最初に絶縁シートを外して電源スイッチをオンにします。エリートは無線接続できるので、ケーブルなどは付いていませんが、パソコンには別売りの USB ケーブルで有線接続もできます。 iPad への接続はとても簡単で、 App Store で専用アプリをダウンロードしてペアリングするだけですぐに接続できます。 Vista と Procreate のプリセットも最初から入ってて、よく使う機能をボタンとダイヤルに自動で設定してくれるので、初心者の人でも簡単に使えそうです。おお、動いた。ボタンやダイヤルに割り当てる機能は自由に変えられるので、初めてツアーボックスを使う人は最初のプリセットを少しずつ変えるといいと思います。プリセットの編集はとても簡単で、設定を変えたいボタンやダイヤルを選んで、右側のリストからボタンに割り当てたい機能を選ぶだけで簡単に設定できます。もちろんリストにない機能もちゃんと登録できて、バーチャルキーボードで好きなキーの組み合わせを登録できます。設定を変えたいボタンが下の方にあって探すのが大変な時は、ツアーボックスのボタンを押すとそこまで移動してくれるので、サクサク簡単に設定できていい感じです。ツアーボックスのいいところは、お絵かきアプリ以外でも使えるところです。私は動画編集にダヴィンチリゾルブを使っているので、試しにダヴィンチのプリセットも作ってみましたが、ちゃんと使えて感動しました。プリセットを編集すると、特に保存とか同期をしなくてもすぐに設定が変わるので、試行錯誤がしやすくていい感じです。iPad 用のプリセットはツアーボックスの内蔵メモリに保存される仕組みで、一度設定すれば他の iPad は設定アプリなしでも使えるみたいです。それでは実際に使ってみます。操作感はとても良くて、遅延などもなく、ボタンを押すとすぐに反応してくれます。ツアーボックスは人間工学に基づいたデザインになっているので、手元を見なくてもボタンやダイヤルを簡単に操作できて、長時間使っても手が疲れにくくなっています。ダイヤルを回すとカリカリ振動する機能もついていて、振動の強さを変えたりオフにしたりできます。 iPad で片手デバイスを使うと、タッチ操作の手で画面が隠れなくなるので、その分視野が広がってお絵かきしやすいです。 UR Bluetooth で2台のデバイスに接続できて、後ろのボタンで切り替えられるので、私は iPad とパソコンを登録してみましたが、今まで別々の片手デバイスを使っていたので、 iPad とパソコンで操作を統一できるのが嬉しいです。プリセットの設定はこんな感じで、ボタンでペンやツールを簡単に切り替えたり、ポップアップでよく使う機能を出せるようにしています。操作を覚えるのが大変な時は、同じボタンに似た機能をまとめて設定すると覚えやすいです。ツアーボックスのいいところは、便利なダイヤルが3つついているところで、画面を触らなくてもキャンバスの拡大縮小や回転ができたり、ブラシサイズや濃度を細かく変えられるのがすごく快適です。ダブルクリックや同時押しにも対応していて、見た目よりたくさんショートカットを設定できるので、ボタンが足りなくて困ることはないと思いますが、1つのプリセットにいろんな機能を詰め込むと操作が覚えにくいので、線画用のプリセット、塗り用のプリセットみたいに作業工程でプリセットを分けてもいいと思います。同時押しに使うボタンは話し出力にすると誤作動しにくくなります。次は使っていて気になったところやトラブルの解決方法を紹介します。ツアーボックスは iPad にキーボードとして認識されるので、文字を打つときに画面にキーボードが出なくなってしまいます。なのでレイヤー名を変えたりするときにキーボードを出したい人は、設定アプリのアクセシビリティ、タッチ、アシスティブタッチ、オンスクリーン
インキーボード表示をオンにして、下の方のボタンからキーボードを表示を選ぶと、画面にキーボードが出て文字を打てるようになります。あと、別の片手デバイスから乗り換えるとき、クリップスタジオのショートカットの設定を変えていると、ツアーボックスがうまく動かないことがあるので、ショートカットの設定を一旦初期化するか、ツアーボックス側の設定をクリップスタジオのショートカットの設定に合わせると、設定が一致してちゃんと動くようになります。ツアーボックスを別のアプリで使いたいときは、設定アプリを開いてプリセットを切り替えないといけないので、いろんなアプリで使いたい人は、設定アプリをドックに入れておいて、すぐに開けるようにしておくと、プリセットを簡単に切り替えられます。あと、パソコンで使えるけど、iPad だと使えない機能もいくつかあって、パソコンは自動でプリセットを切り替えてくれたり、ツアーメニューやマクロが使えたり、ボタンの長押し連続入力も、今のところ iPad だとできないみたいなので、パソコンと iPad の操作を揃えたい人は、両方で使える機能を設定するのが良さそうです。iPad のアプリはまだ出たばかりで、これから便利な機能がどんどん追加されるらしいので、今後のアップデートを楽しみに待ちたいと思います。ここからはイラストメイキングをご覧いただきながら、ツアーボックスエリートプラスのいいところ、気になるところを話します。使用するお絵描きアプリはクリップスタジオです。まずいいところですが、iPad の小さな画面でもパソコンと同じくらい快適に作業できるところが良かったです。iPad はパソコンの液タブと比べると画面が小さくて、指やペンだと小さなボタンが押しにくいことがありますが、ツアーボックスを使うと画面を操作しなくても良くなるので、とても快適に作業できました。書き間違えて一つ前に戻る時も画面を2本指でタップするよりツアーボックスのボタンを押すだけの方がだいぶ楽なので、絵を描く手を止めずにお絵描きに集中できるのが良かったです。ツアーボックスは iPad 自体の操作もできるので、絵を描きながら作業用 BGM の曲送りができたりするのも良かったです。私は Procreate で片手デバイスを使ったことがなかったので、試しに Procreate でも使ってみましたが、こんなに描きやすくなるのかというくらい作業しやすかったです。例えばスポイトで色を拾いたい時に、タッチ操作だと指を置いてしばらく待たないといけないけど、ツアーボックスだとボタンを押すだけで素早く色が拾えたり、ちゃんと使いこなせばかなり時短になりそうでした。クリップスタジオとプロクリエイトのプリセットが少し違っているので、両方使う人はプリセットを編集して操作感を合わせると覚えやすくなりそうです。気になるところはプリセットの設定を確認したい時にアプリを開かないといけないところです。パソコンだとどのボタンに何を設定しているのか画面に薄く表示できて、操作を覚えるときに助かったので、 iPad もスプリットビューやスライドオーバーですぐに確認できると操作が覚えやすくなっていいなと思いました。このあたりはパソコンの時もアップデートで使いやすくなっていったので、 iPad 版もアップデートで使いやすくなるのに期待したいです。価格は4万円くらいで少し高めですが、専用アプリがあったり、1台買うだけでパソコン、Mac、iPad 全部で使えるのを考えると妥当かなと思います。iPad しか持ってない人も、将来パソコンに乗り換えるときに片手デバイスを買い替えたり、操作を覚え直したりせずにそのまま使えるので結構コスパは高いと思います。iPad で使えなくてもいい人は1万円ちょっとで買えるライトもあるので、なるべく安くツアーボックスを使ってみたい人はライトもおすすめです。ツアーボックスのような高性能な片手デバイスはパソコン専用で iPad で使えないものが多くて、今までパソコンと iPad で別の片手デバイスを使っていましたが、今回ツアーボックスが iPad に対応してくれたおかげで、これからは iPad でもパソコンと同じくらい快適に作業できそうなのが嬉しいです。私はお絵描きや動画編集の時に必ず使うくらいお気に入りなので、 iPad やパソコンの作業効率を上げたくて高性能な片手デバイスを探している人は、よかったら参考にしてみてください。現在は公式サイトで予約販売中で、少し安く買えるみたいなので、気になる人は公式サイトをチェックしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。この動画が参考になったよという人は、チャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。